ちゃんともチャンネルです。この前、レインダンサーとセットで着ているマウンテンレインテックスのお話をしていました。それが、このノースフェイスのマウンテンレインテックスです。このマウンテンレックスのこのカラー、アベガグリーンっていうカラーになってます。今年の、6月頃に購入したものになります。これもですね、ゴアテックスになるんですね。ゴアテックス。でもね、ちょっと安いので、ここプリントになってますね。プリント。このノースフェイスもプリント。まあ、劣化してきたらもしかしたら剥がれてくるかもしれませんね。で、ここのチャックもですね、止水ジップではないんですけど、まあ今のところ、土砂降りでも水が入ってくることは今のところありません。ここも止水ジップではないですね。こう、二重で、こう、止めていってもらったら大丈夫です。雨は入ってきません。で、これね、フードがついてるんですけども、収納が可能ですね。で、ここにこう折りたたんで、こう直すような感じですね。まあちょっと汚いですけど。わかりやすくこう出しております。ここマジックテープあるので、ここでこう止めるような感じになってます。まあ後ろも、ノースフェイスって入ってますね。はい。また着用した動画も、レインダンサーとセットで動画レビューしたいと思います。いや、このマウンテンレインテックス、雨の時もですね、少々の雨はこの首元もね、高さがこうあるんで、首元も入ってきませんので、非常に使い勝手はいいです。で、真冬なんかね、ちょっとインナーダウンとかスウェットパーカーとか着ると、ちょっとL サイズでは僕ちょっと厳しいかなと思って、今回 XL のサイズにしてゆとりを持って購入させていただきました。ちょっと細い方なんかはね、M サイズでもいいのかなと思うんですけど、僕はちょっとぎゅうぎゅうで着るとちょっと太って見えたりするのも嫌やったんで、少し大きめのサイズ XL で購入させていただきました。ちなみに身長は174で体重は73キロなんですけど、XL でトレーナーインナーダウン着ても全然ゆとりがある感じで着れてます。また、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。